どうもこんにちは、リュウです。今日はクワガラ岳、クワガラ岳でいいんだね、クワガラ岳に登山に行きたいと思います。標高598メートルだったかな。結構そんなないように感じるんだけど、角度がね結構えぐいんで、途中で最後の方はねもう崖、岩場にチェーンがあるんだけど、そこをねずっと登っていく状態になります。ここ最近の雨でも足場が結構悪いね。でこの山だいたい1時間ぐらいあれば登れる山になってるんで、まあちょっと子供には辛いかもしれないけど、ゆっくり登れば、おー、雲やってやられた。家族連れもこの間一回登った時来たし、いいんじゃないですかね。クワガラ岳、ということで名前を書いて入山したことをね、しっかり遭難した時大変なんで書いてます。最後に登山した人の日付が6月の20日だったっけな、今。もう1ヶ月近く前なんですよね、最後に登った人の記録がですけど、あくまで。お賽銭も入れていきましょう。無事帰ってこいように100円ぐらい入れていきましょう。お願いします。さあ、じゃあ行きましょう。周りがね、沢になってて、結構湿気も多いんだけど、もう水の音が気持ちいいね、やっぱ。でも足元は、ちょっと歩きづらいかな。本当に、こっちだっけ？こっちだっけ？そうか。そうか、こっちか。こっちあれか。前回俺が間違えたっていう道か。また間違えるとこだった。休憩して、ちょっとね広がってるところが途中あるんですけど、3、40分で来れるんかなと思ったら20分ぐらい来ちゃいましたね。ちょっと飛ばしすぎたかなっていうのもあります。ではあと5分ぐらい登れば、見えますか、あの岩を登るんです。あの岩の頂上を目指していきたいと思います。行きましょう。ここからはねちょっと岩登るんで、カバンにカメラつけました。危ないんでね。やべえな。足はめっちゃ滑りそうだな。危険だと思ったらやりましょう。よいしょ。
よいしょ。うお、結構高いな。すげえな、景色は。ちょっとここ開けたんで、ここで休憩しますか、一回。